ガイツ、ハスコイ、こんにちは、ひろちゃんです。今回はですね、どうしようかな。本来ね、ちょっと撮ろうと思ってた動画とはまた違う動画なんですけど、ちょっといろんなね、ご意見をいただいたので、急遽ちょっと今回はこういう内容で撮ろうかなと思ってね、今カメラを回しているんですけども、今回の内容は前回の動画にちょっと引き続く部分があります。はい、その前回の動画のコメントをちょっと引用させてもらって、動画をね、作っていこうかなと思っています。なのでね、まあ10分ぐらいの動画になると思うんだ、今回も。ちょっとお付き合いいただけたらなと思います。はい、というわけでですね、今回は私のね、不器用さ加減をですね、どれだけ不器用なのかっていうのを、お話ししていこうと思います。まずね、私が何について不器用なのかっていうと、まあ人生、人間関係が私すごく下手くそなんですよとにかくね、なんかもうちょっとなんかうまく柔らかく考えればいいじゃんっていうところを、なんかすごい堅苦しく考えちゃうの。よく言えばバカ正直なんです。でもね、悪く言ったら本当ただのバカなんだよねで、ちょっと厄介なのが、そのね、バカさ加減に自分でね、そのリアルタイムで気づいてないんですよ。前回出した動画っていうのは、私がね、よくこの今下に着てるタンクトップとかでね、いるわけなんですけど、もう暑いからっていうね、理由なんです。本当に真面目にね、そこなんだよ、理由は。なんだけど、すごいね、的確なアドバイスをしてくれてる人がいて、暑いからっていう、その、あれがね、あざとく感じると、あ、世の中ってそうやって見てるんだって思ってね。要は、ど天然なわけよ、私。自分で自分のことを天然っていう、なんか言うのをさ、なんかさ、もう作ってるんじゃないって思うかもしれないけど、ほんとこの人ね、天然なんですよ。よくアニメキャラとかにもいるじゃないですか。なんか、自分はこう、天然じゃないと思ってるんだけど、なんか、周りからちょっと浮いちゃってる、なんていうのかな。それとね、もう、かなりリンクするところがあるんです。だから言ってもらわないとわからないとかね、結構あるわけです。それをいいと思ってくれる人もいれば、それが嫌だっていう人もやっぱりいるわけじゃないですか。世の中多種多様だからね。今見てくれてる視聴者さんで、ファンの方がそのアンチコメントチックに思うようなものにを見ると、やっぱり心が痛むのかもしれないんですけど、大丈夫、私はね、今そういうね、コメントに関しては、アドバイスっていう風に受けてます。だって気づかないところを気づかせてくれるんだから、あ、そうやって思ってる人もいるんだねって思うようになってる、ね、私がね、本当にアンチだと思ったら、その人はもう即刻ブロックされちゃうから。そう、ブロックされてないってことは、私がそれをアドバイスとして受け取ってるっていう風に思ってもらって大丈夫だと思います。多分ハートマークがついてるってことは、あ、それを読んで、あ、一つの、あ、そういう考えの方もいるんだなっていう、感覚で私はいます。私、ブラレットを紹介させてもらったじゃないですか。私ね、そのせっかくアドバイスしてくれた人に、私返事でね、反論しちゃったんだよ。そのこうじゃないって、私の考えをね、こうぶつけちゃったんだけど、それをね、書いた後から、なんで私せっかくアドバイスしてくれた人に対してそうですねって言えないのかなと思って、それが正しいっていうふうに思ってるわけではないけど、間違ってると思ってなかった。こういうふうに思ってる人もいるよって、せっかく自分でね、伝えたいと思ってることが意図をされずにね、全然違うことが伝わってしまってるかもしれないと、そういうパターンが、要はよくあるわけですよ。私語彙力ないから昨日も若干そういうとこあるじゃないですか。私は別に気の強い女の、なんか、あれでこう、わーってやってくる。私はそう、気が強い人としか付き合ったことがないから、セリフがああいうのしか思いつかなかったっていうだけなんだけど、そっか、そうなんだって思えないのが良くないなと思ったの。で、そこでね、すごく葛藤があったわけ。私はこう思ってる。いや、でも世間はきっとこうやって思ってる。
っていうのをね、ちょっと頭の中でさ、すごく考えて、で、悪く捉えるとさ、もうなんかもういろんなことが悪くなっちゃうじゃないですか。じゃなくて、言ってくれた人たちみんなは私のことが好きだから言ってくれてるんだっていう風にまず考えようと思ったわけ。まあそれでね、出来上がったんだ、昨日の動画。その、なんていうの、自分の思ってることと、きっとこう思ってるんだろうなっていう風に。で、私がそのアドバイスをこう受け入れるまでの、その、なんていうのかな、心の中の葛藤というかね、キャッチボールじゃないけど、そういったものがこうだったんだっていうのをそのままなんか動画にした感じなんです。まあ、赤い服着てた私がね、ちょっと強めなキャラだったっていうのは、まあそれはそれとしてね、見てもらえばいいと思う。さっき言った通り、本当にああいうセリフしか思いつかなかったんだ。本当にね、最近はいろんなことをアドバイスとして受けてます。1年前はね、それができなかったんだよね。今考えればアドバイスだったのかもしれない。それをアンチとして私は受け止めちゃって、それに対して私が反論を猛反論するから、自分のね考えと180度違った考えが来ると、それをね素直にねこう言えない。だから頑固なんだよね、まあ、単純に言えばね、話を一番最初に戻すと、私はね、人付き合いが苦手というよりかは、頑固者だから結局人付き合いがダメになっちゃうんだよ。冗談でも嘘ついたらぶっ飛ばされるような家庭で育ってきたから、バカでも正直でいなきゃいけないんだって、なんか頭のどっか片隅にあるんだろうね。そこをそうだねって、なんか180度違う考えが来たらさ、こう拒絶したくなるの分かるんだけど、そっかっていう風に流してね、そのいいところだけを取って流せれば、いざこざなんか起きないんだけどね。あ、それがうまくできないからできないからっていう風に言っちゃうとうまくないからね、こうできるように努力していきたいなと思ってはいます。だからね、その、なんていうのかな、頑固な性格をとにかく早く直して、もっとみんなとね、こう、うまくこうコミュニケーションが取れるようになりたいなって思う。うん。ああ、っていうか、そう、ほんとここでも一番最初に戻るんだけど、そういうのもなんかすごく難しく考えすぎちゃってるんだ。もっとさらっと流せばいいような話なんだと思う。今回のこの件に関しても。さらっと流せばいいものをすごく難しく自分の中で捉えちゃってるんだよね。うん。そう思う。いろんなことをこう真剣に考えないといけないって思っちゃうね。自分のことどうでもいいやっていうふうに思ってる癖して、何かちょっとでも人がこう、なんていうのか、関わってきたりすると、しっかり考えなくっちゃ、なんか、チャランポランな考えじゃいけないとか、なんかそういうのがこう先行しちゃってさ、結構空回りすることって結構多いんだわ、私。そこをね、なんかうまくこう、さらっと流せるようになったら、もっと見ていてもね、気持ちいい動画が作れるのかなとか、そういうことを考えてる時点が難しいこととして考えちゃってるんかな。どうなんだ、どこまでさ、こう難しく考えて、どこまでこう緩く考えていいのかっていうの、この境界線がわかんないんだよね。その、オンかオフかしか知らない人だからさ、常に 100% なんで私って。人間裏を書くってあるじゃん。で、自分は表しか見せてない癖してさ、人の裏を書いちゃうんだよね。だから、こう、病むんだよね。まあね、今回はとりあえず私はこの頑固な性格を直して、はい、もうこれから先もっと楽しいコンテンツをね、やっていきたいと思う。で、やっぱり皆さんのねコメントを一つ一つありがたいので、批判としては受けてないです。ちゃんとそれをアドバイスとして受け入れてるんでね、批判かもしれないですけど、いやいや、そんなことないです。私はちゃんとアドバイスとして受けてるので、好きなようにコメントしてください。そしたら、私は受け入れるものに関しては受け入れさせてもらいます。気づいたところがあったら、言ってください。本当に気づかない部分、きっといっぱいあると思うんで。で、まあ、視聴者さん的にはこれは批判だなっていうのに対してこう反論するんじゃなくて、反論するね、もし、なんかパワーがあったら、コメントの最後にね、なんか、
よかったよとか好きだよっていうふうに言ってくれたら私はすごい嬉しいからさっていう話っていう話、うん、はい。まあそんなちょっと最後はちょっとおちゃらけましたけど、今回もね最後までこんな長々とお話を聞いていただきありがとうございました。グッドボタンとか押してもらえると私が喜びます。チャンネル登録してもらえると嬉しいな。 Alright, I hope you guys enjoyed this video. And if you did, please like the video, please share the video, and don't forget to subscribe my channel. Thank you so much for watching, and I'll see you next time. Bye! ではでは次の動画も見てね。電源切れてなかった。